私の父はね、960年続く家の分家に生まれているわけね。ですから子供の時はとても豊かな生活してるわけ。ただし、6歳の時に父を亡くし、そして小学校の5年生の時に母を亡くしてね、で、兄弟の5人をバラバラ、それぞれ親戚だとか、預けられて、 あの、生活するわけ。だから、小学校の時にも両親を失ってしまうからね、大変な苦労をする。で、私の父は、奉公に、これから商業の時代になるということで、農方で一番大きな家具屋さんに、奉公に行って、うん、で、その家具屋さんに、6年間勤めて、3年間お礼を起こして、そして、ちょうどその時が、 1929年の昭和4年大恐慌、世界大恐慌。それでまあ、独立許されるわけ。一番厳しい環境の中で独立をしたい。で、その時に父は、この、一部家具を扱うけれども、あの、その家具屋さんには仏具も扱っていたから、仏具を中心に扱うようになるわけ。独立したその年にね、結核が、あ 発病してね。それで働きたくても働けない。働かないと食べていけないというね、青春時代をずっと過ごすわけよ。ですから、働くことの尊さというか、働くことができるということの喜びというか、それはもう身をもって体験するのね。それで、まあ、やっぱり、えー、闘病生活をし、本当に苦心して、 親もいないしね。そして肺結核というと分かると、兄弟たちもみんな村八分になってしまうからね。だから、悶々としたせ青春時代を過ごしたんじゃないか。だから、命の尊さというものは、誰よりも身をもって感じたんじゃないかな。だから、そういう精神で私たち子供を育てるからさ。だから、当然私たちも、 命を大切にするように成長していくよね。その父もね、あの、晩年に、こう、悔いることがあった。それは、自分の一番、あの、辛いことは、親孝行ができなかったことだと。これが、自分にとって一番辛いと。 両親は自分たちを置いて亡くなっていくときにどんなにつらかっただろうなと。小学校の頃までは間口が2軒、奥行き4軒、小さな店よね。で、父は結核を患ってたけど、その結核菌が外に 出なくなったんで、それで出生が認められて戦争に行くわけ。その間、母がね、あの、家を守るわけですよ。私は子供時代は、うちの家は、あの、母で持ってると、もう、母の方がお父さんよりも強いんだと思ってたよね。その母はね、あの、正義感が強くてね、うーん、曲がったことが嫌いという。 だから私の子供の時は、母ちゃんもね、お前が正義のために死にやったらね、泣かんきね。男は正義ぞと。こうやって育てられたからさ。小学校の時もね、自分で言うのはなんだけど、周りの人から認められてたんじゃないかと思うんだね。それは、やはり正義感。弱いものをいじめするものを退治するというかな。そういうような環境に私育てたからさ。 だから、あの、体はちっちゃかったんだけど、結果的には、喧嘩の強い、弱い者いじめをするものを、まあ、懲らしめるというか。中学校の時も、そういう中でやっぱり、当然、弱い者いじめをするのを優先と言って喧嘩する。と、とにかくしょっちゅう喧嘩してきてるわけよ。で、で、弱い人たちは、解放する。だからみんな、汗が怖かった、怖かったって言うわ当時の喧嘩の強い連中は。私は、高校に行く気はなかったからさ。 父の仕事を継こうと。当時なぜかと父は体は良かったんだけども、あの、世の中でこんな尊い仕事はないと。人様に手を合わせて拝んでいただけるような職業はないよと。この職業というのは、あの、裏の木戸から入るんじゃなくって、炊事場から入るんじゃなくって、玄関から入っていく仕事。世の中で最も尊いお仕事。これはな、こんないい仕事はないよと。 私の今日があるのはね、おそらく、特にその高校時代の政党会長をさせていただいたときに、私の原点があるんじゃないかと思う、ねうんだよ。というのは、えー、地高地域20校高校があるけどさ、そんなうちの高校が一番強い。だからワルソレンチはさ、チェーンとかドス持ってるわけだから、あの、うちの高校生だけは丸坊主にして、すぐに分かるように、調査許されてないわけ。でも生徒たちはもう、 なんとかね調査を貸し取りたいということで私に生徒会長になってくれということになるわけです。もうクラ,ス会クラスの委員長でもあったけどね。で私はねいやもう嫌だとそんなの嫌だと言ったけどさよくよく考えてみたらねこの校舎移転するとなぜかとシロアリが食ってねどうせあの あのー、長く持たないから壊すんだと。で、どうせ壊すからっいうんでね、定時性も、それから我々の同年もね、もう、バーソンレンチは土足で上がるわけ。そうしたら、誇りだらけになるよね。それで、私はちょっと待てよと。この校舎から、もう1万人近い人が社会に出て、何千人という社会に出て活躍されていると。 長い間ありがとうございましたと。ね。感謝を込めて、うしていただいたらどうだろうと。よっしゃ、引き受けようと。そしてこの講師ピカピカに磨き上げようと。で、毎年十数名大学生出してたけど、大学生もゼロにしようと。いうことで、私が生徒会長になる。そして、それから、あの、特に私と同年の 学生たちにお掃除をすることを教えていくわけよ。で、最終的に学校がピカピカになるからだで、挨拶も良くなるし、地方地域の話題になるのね。それで、あの、他の学校から地方高校で臨時の指導主事会議をしたいと。で、地方高校を見て参考にしてと。で、それで、学校の 先生たちが、指導士の先生たちが見えて、感動されてね。で、その年、まあ、いろんな改革をして、うちの笹栗先生、私のクラスの先生が、長谷が校長を呼んでるよと、挑発を許すみたいなのと。で、校長室行ったら、長せが、挑発を許すぞと。けど、お前、丸坊主が似合っとるからな。上がっとりますと言ってさ、それから挑発を許される で、大学生がその年ゼロ。で、その当時の、あの、学生たち、社会に出てね、高卒よ。みんな大卒並みの待遇を受けるようになるのね。当時はまだ大卒少ないんだけど、上場企業の役員になるとかさ、上場企業の子会社の、関係会社の社長になるとかさ。だから高校時代のその体験。で、 同窓会で古希の居合いする人集まったらね、みんな集まってきた連中はね、高校の時の話するでしょ。なんで俺がやった、俺がやった、みんな自分がやったと言ってるんだ <laughs> それで、なぜ自分でやったと言ってるかと。これはみんな自分でやったと思ってるから成功してるのね。やらされたんだったら、おそらく成功してないと思うね。で、なんでみんな自分がやったと言うんだろう。 と思うと、私は、最初の時から、自分たちで考えろと。話し合いしろと。そして自分たちに結論を出させると。そういうやり方をずっとやり続けてきてるわけね。これが私のリーダーシップだったわけです。<music> 夏目漱石の心を友達に学院に進められて、はっと、 これじゃいかんと。自分は不可能はないと。先生もできないことを学生時代やったと。できないことはないと。とにかく一つも喜んでいただく人生を生きようと。こう思っていたけど、待てよと。みんなのためにと言ってるけど、最終的には自分の中にある一般のエゴイズム。結局、表面的な煩悩、欲望は克服できても、根源的な自分の欲望。だから、 最終的には自分が乾いい。でもこのことが自分自身ではっきりと自覚されなければ人生に目覚めないよなと。せっかくいただいたこの命がよくわからないで人生を終わってしまうと。こんなことはないよなと。大学行った人たちこういうことを勉強するんだろうと。私は就職のために大学行くんじゃないか。 命を見つめるための大学。命を自覚するため目覚めるための大学それで行こうと。それで調べた結果、仏教の大学いいだろうと。仏教の大学の国文学をやろうと。で、国文学をやれば大体わかるんじゃないかと。で、龍谷大学の国文学に入る。で、2年間勉強したけど、とてもじゃないけど間に合わないから仏教学に変わる。 で、それが良かったのね。そして、命とは何か。煩悩とは何か。宇宙の真理とは何か。ね、何のために生まれたのか。何のために生きるのか。というようなことが、だん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 こう自覚できるようになってくくわけね。<music> まあ、最初の頃はね、やはり、 売買で売り上げを伸ばしていきますから。というのは、地方地域というのは人口が、その、石炭がダメになって炭鉱閉山で半分に減るんですよ。だから、企業をどんどん廃業していきますよね。で、私も大学から戻ってきた時は、父の職業というのも、お客様が少なくなると業績が落ちていると。そういう状況だったんですね。その時に私、三井三井の爆発の事故がその年にあって、で、 おぶつをおすすめながるんですね。で、これはピンチじゃありませんけど、あの、その時の厚生課長というのは、責任者の一番山本に立つ人ですね。この方のところに事故があって三日目に行ってますからね。これでもとんでもないと怒鳴り上げられますよ。しかし私はそれに向かってね、じゃ 今、犠牲になられた方々、何が一番大切ですか犠牲になられた方を一番に敬ることが大切じゃないですかねお仏壇をお勧めすること、野ざらしにしないこと。で、説得したわけね。で、わかったということで、自分の一存でできないということで、労働組合の喫下という、 委員長を紹介されて、それまた行ったら、同じように仕掛けちゃう。まあ、紹介されたが前ほどしかれないけど。人の、ね、あの、の人の不幸をね、商売にすると。とんでもないと。違うと。仏様を大切にすることなんだと。仏様を敬うことなんだと。ね、この職業というのは、世の中で最も尊い職業なんだと。いう確信を持ったから。 もともと金儲けで始めた会社じゃないから。いずれ、世界を平和にする。世界の人々が平和になるのは、これは日本人をおいてほかないと。日本にその使命があるんだと。いう確信を持ってたからね。で、その精神はどこで養われたかと。お仏壇の前で養われた。これが千数百年という歴史の中で気づき、千数百年の時間をかけて、 日本人の心が成長してきたんだ。しかし、明治維新以降、敗仏規釈だからね、それが戦争にもなってるしね、日本人の心がどんどん衰えてきてる。これを取り戻さなくちゃいけない。そういう使命があったわけよね。<music> 一番大切なことは人を育てるということ。それが人を活用する。 そして、人をちゃんと評価する。そして、ビジョンを持つ。夢を持つことね。夢を与えること。トータルとしてはね、社会に貢献する。常に社会に貢献しよう。子供たち、孫たちの時代に素晴らしい世の中を伝えていけるようにしよう。そういう社会をより良くしていきたいという強い思いを持つこと。 これはやっぱり経営者の一番大事なところじゃないかな。で、一番大切なのは、そこに魂が入っているということね。お客様に対する思いが深い。そして、お役に立つために、一生懸命に努力をする。やっぱり基本はね、誠実なのね。まあ基本的には、その、会社の進化していく、あの、段階でね、人材が変わっていくのね。うん。だから、 その創業期に必要な人材と、それから安定期の人材と、そして革新期の人材と、それぞれ人材の質が変わっていくよね。だから、その、社員の皆さんも、社長の考え方に、この、まず、あの、共感をして、そして、その社長が何を願っているかということを、 理解する力というものが基本的に必要なのね。成長段階に合わせて、頭打ちになりますよね。で、それを今度、改革しなくちゃいかん。ね。そうそう、改革するときに、ね、業績を落とさずに伸ばせればいいけど、そうはいかない。ね。で、それ、改革したときに、潰れてはどうにもならない。 そこから改革してまたスタートしていく。で、こういうことの繰り返して会社は継続していくわけね。うん。だから業績が落ちてから悪いわけじゃない。ね。改革したかしてないかな。のね。改革して落ちる。ね。しかし、それは必ず報われていく。うん。 世の中の流れをこう見ますとね、その1970年代にドラッカー博士がね、あの、もう物の時代から知識の時代に変わると。で、これがく50年かかる。で、この50年間大混乱があると。言われる。で、今2010年になった。あと10年。この間、本当に変わってきましたよね。 IT の時代に変わった。情報の時代に変わった。ね。知的産業の時代に変わってきた。しかし、本格的に変わるのはこれからよね。まだまだ知識産業と言われながらも、まだまだ物にとらわれる時代よね。本当の知識産業の時代は、人々が精神的に解放される時代よね。真の意味で自由になる時代ね。 これが究極の人類の目標よね。で、その時に、どういう職業が最もそれにふさわしい職業になっていくかと。そうすると、長谷川が今進めている、こういう精神的産業。真の意味の心の解放。人間の目覚め。命の尊厳。そして真の意味の豊かさ。見えない世界の豊かさ。 争いのない世界。本当の意味の平和の世界。それを導いていく。あるいは啓発していく。そしてそのことは究極は美の世界に行く。美しいものに出会う。美しい世界を実現していく。人々は精神的にも、今度は物質的にも美しい世界に住むようになる。それを作り上げていくのが私たちの使命。この仕事を通して、 本当の意味の、物のエネルギーの時代から、地のエネルギー時代。真の意味で心を開放していく時代。そういうお役割を私たちは担っているんだ。それは、敬いと感謝。おかげさま。そういうことが世の中の基本になる時代。それを、 長谷川を提供していくことになっていく。それはやはり、神仏を敬うとか、ご先祖を敬うとか、友人、知人を敬うとか、あるいは死を敬うとか、全人類を、民族を超えて敬うとか、自然を大切にするとか、ものを基本的に消費しないと。ものを生かすと。消費という言葉がなくなっていくと。 物を生かしていく。物を大切にしていく。物を再生していく。心が豊かになっていく。心が広がっていく。心が自由になっていく。一切のものに生かされて生きるということを、ご先祖様に生かされて生きる。神様、仏様に生かされて生きる。全ての人々に生かされて生きる。 死んだ万象に生かされていけるというね。基本的には、おかげさまというのは心すっぽりと落とし込まれるようなかを作っていきたいな